アスペクトを書き込んだ、ホロスコープアスペクト、または、座礁とは、先制術や、天文学で、天体同士の間の光景差のこと。本来はサインとサインの間の光景差を意味しており、メジャーアスペクトしか存在していなかったが、ケプラー案によって、惑星や先制転換の光景差と再定義されて、現在に至っている。光景差は0度180度の角度で表される。 先生術は、現在もなお次々と、新しい法則や理論が発見されつつある、生きた学問である。その意味では、先生術の研究に終わりはないとも言われている。アスペクトにおいても、同じようにケプラーによるアスペクトの再定義の結果、多様なマイナーアスペクトが提唱され、現在でも、新しいアスペクトが生み出されている。0度や180度のアスペクトを、特別視することは、 世界の広い範囲で見られるが、多彩なアスペクトの研究は、西洋先星術で発展した。以下では、西洋先星術を基準に述べる。ホロスコープを解釈する上である天体から特定の角度に別の天体があった場合、その影響をおかみしたり、あるいは差し引く必要がある。アスペクトは、特に、それらを定式化指摘をつけるべき天体の組み合わせを示している。 教座賞が成功を妨げるアスペクトではなく、人間の意思と理性によって困難を乗り越えていくことが大切である。特に重要なアスペクトをメジャーアスペクト、それに次ぐものをマイナーアスペクトという。メジャーアスペクトにはプトレマイオスが定めた5つを使う。マイナーアスペクトには諸説あるがヨハネス・ケプラーが定めた6つを使うことが多い。他に、 135度を除いた5つを使う、あるいは大幅に増やすなどの流派がある。マイナーアスペクトの影響は弱いため、実際はメジャーアスペクトの分析だけでほとんどこと足りる。ただし、複数のアスペクトの組み合わせでは、マイナーアスペクトが大きな意味を持つこともある。あえて合わせの瞬間などのホロスコープを作成した時を別に、すれば、実際のホロスコープでは、 アスペクトが正確に、霧のいい角度になっていることは、ほぼない。そのため、アスペクトには、オーブという許容幅を持たせる。オーブは一定ではなく、重要なアスペクトほど広いオーブを許容することが多い。三つ以上の天体が絡むアスペクトでは、より広いオーブを認めることもある。ただし、オーブ内であれば、それでいいというわけではなく、オーブギリギリでは影響力が小さく。 誤差が少ないほどアスペクトの影響力が強く働く。したがって、ホロスコープ上に矛盾する効果を持つとされるアスペクトが同時に形成されるグループアスペクトの場合には、オーブに対する十分な考慮が必要となる。オーブの幅に定説はないが、一例としては、メジャーアスペクトはプラスマイナス5度、マイナーアスペクトはプラスマイナス2.5度の誤差を認める。 メジャーアスペクト、小はマイナーアスペクト。完結のため意味を幸運と悪運で表したが、実際の意味は場合による。例えば、イージーは怠惰堕落とも解釈もできるし、アスペクトをなす天体の性質に逆らう行動に、対しては強と働くこともある。上記のような複数の惑星内し ASC や MC が特徴的な図形を構成する。 グループアスペクトの概念を緩くした複合アスペクトの概念が存在する。例えば、3つの惑星 A、B、C があるときに A と B、B と C、そして C と A の間にそれぞれアスペクトが存在するとき、3つの惑星 A、B、C が複合アスペクトを構成するという。そして複合アスペクトから喫境造意を読み取っていく技法がある。 日本では、上田国地下が複合アスペクトを重要視したホロスコープの読解を行っていた。上田の技法は、ハードアスペクトによる複合アスペクトを中心にしていたが、その弟子の秋月ひとみは、ソフトなアスペクトを加えた複合アスペクトを使用している。ただし、実際のホロスコープ解読の場面で複合アスペクトを考えない、先生術師はほとんど存在しないと考えられる。 なぜなら、実際のホロスコープには、ほとんどの場合、複合アスペクトが形成されているからである。そのため、字占いでは複合アスペクトに対する、効果的な解読手順が必要とされている。石川原稿、先生学教科書、石川事務所、P394 石川原稿、先生学教科書、石川事務所、P394 正統先生術入門、秋月さやか著に対する書評木星応変。熱風占い特本。魔女の家ブックス。P125. ありがとうございます。